こんにちは、サトチンです。今回ですね、エジソンさんに来ました。おもちゃ見本市であれ、おもちゃショーであれ、気になるおもちゃが2個あったということで、今回は会社に来ちゃいました。ありがとうございます。それでは紹介していきます。1つ目、ぷにょぷにょクッキングと作って遊ぼう、ふわんもん。これね、めちゃめちゃ面白そうなんですよ。一粒二粒はやったことあるんですけれども、今回はがっつり遊んでいきたいと思います。クリスマスにも必見かもしれません。行ってみましょう。めちゃめちゃ気になっていたぷにょぷにょクッキングで、ブチューって麺のようにできるんですよね。何メートルまでできるのか、最長記録ちょっと目指していきたいと思います。はい、こちらがぷにょぷにょクッキング。ここに描かれているお嬢ちゃんのように、これね、溶剤で固めるんですけれども、長くできるのかやっていきます。用意するもの、水。これが音楽とかコトコト言うのかな、光ってブグブグすると。すごい、これ知らなかったんだけど、タイマーにもなるんだね。これ何秒とかなんですか？15秒でピンポンってなるので。あ、本当だ。なるほど、15秒でピンポーンってなります。音楽は変わるとかないんですね？音楽は、真ん中のボタンもう一回押していただくと、これ切る音に変わります。あ、そういうのがあるんですね、はい、楽しい。いろいろな音が出ます。溶液、水溶液を作ります。凝固パウダー、食べる水とか掴める水とかやってきたんだけれども、あと掴めるコーラね、めっちゃバズったやつ、それに近いものがあるね。全部溶けました。これで水溶液が完成しました。で、この中にこちら6種類のカラーインクが入っていると。クッキングなんで、この料理のね、型もあります。しかし僕が一番やりたいのは、流し込んでロングサイズを作っていくスタイル、ぷにょぷにょアクアリウムチャレンジ。無臭です。どうしてもこういうの匂い嗅いじゃうんだよね。いきます。3、2、1。いけてるのか、これは。ちょっとステイ。やべえ、冷麺みたいな色になったね。見る人にはミミズにも見えちゃうかもしれない。さあ、これで一旦ね、切れてないのかチェック。うわ、うわ、ちゃんとできてる。こう入れた瞬間に固まるから、くっついたりしないかも。すごい、こんにゃく、あ、全然いけるわこれ。普通に1本使い切るレベルに切れないですねこれ。ぷにょぷにょ、よくわからないやつ。子供のおもちゃかもしれないですけども、大人でも、お母さんお父さんでも楽しめそうなアイテムですね。これを買った人にはなかなかもったいなくてできないチャレンジ、1本切れずにできるのかやっていきましょうね。さすがにね、もったいないって思うじゃん。任してください、僕がやります。切れずに液を流せれるのか、切れずに液を流し込むことができるのかチャレンジ。3、2、1、 ゴー。やばい、内側に行って、もう一回外側に行って、内側にぐるぐる行って、もう一回外側に行って、あー、ここは限界っすね。3分の2ぐらい発射しました。さあ、これでどれぐらいの長さなのかチェックしていきましょう。オープンザプニョプニョ。めっちゃ美味しそうなんだけど、緑。おっと、ここでやはり出しすぎてくっつかっている。すごいすごい。これ1メートルは余裕にいってる。手触りもね、気持ちいいんですよ。本当に。おー。メーターはいきましたかね。1メーターぐらい。だから大きなね、仮にね、大きなたらいの中に溶剤を作ったら、もうちょっとね、この、縮れないで、まっすぐにできるかもしれないです。このね、強度もね、ちょっと見てほしい。ということで、以上、
1本は使い切れなかったけど半分ぐらいかなチャレンジでした。まあ、大体ね1メートル強ぐらい長くなりました。時が経てば経つほどいい感じに硬くなってくるということで今結構強度あります。さあそれでは何メートルぐらいあるのか、さっきのやつね全然1メートルじゃなかった。推定ね2メーター50はあるんじゃないかなと思ってます。すごい2メーター50、3メートルはないかな。もっとうまくやれば3メートルは超えてくるんじゃないかなと思います。ぜひ気になる方やってみてください。グリーンいいね、なんかスライムっぽいけど、ちょっと気になったことがあるのでやってみます。このね付属のスプーンの中に液を入れてやったらどんな感じになるのか、このスプーンに液がくっついちゃうのか、はたまたいい感じに丸い物体ができるのか。注入、はい、スプーン一杯を、すごい綺麗に取れた。検証結果は綺麗に取れる。溶剤に徐々に徐々に外側から反応してくっつかなくなってったのかな。うわすごい柔らかい。これが賢者の石です。そんな感じに見えるね。今はねぷよぷよだけど、これが時が経てば経つほどちょっと固めになってきます。強度が出ますね。綺麗いいね。ちなみにこれをね潰すと液がぶちょって出ます。おお、こういうの楽しく遊ぶのもありだと思います。枝豆とかの皮、そんなイメージ。これ緑でやったらそら豆とか枝豆感覚かもしれない。続いてやりたいのはこのグリーンと、グリーンの中に赤を混ぜる。これグリーン入れます。青はなし。これ混ぜると青になるんですかこれ何と何を混ぜると青になるんでしたっけ。それでは赤と緑ちょっと混ぜてみます。色が混ざるのか。なるほど、薄い赤と黄緑なんでちょっとバッチリ色になっちゃいましたね。でも色を混ぜることもできそうですね。こうゆっくりとね、忙しい人には、あ、豆になりました。大豆っていうのかな。という感じにぷにょぷにょクッキング実験でした。やはりね長さ競ってみたいですね。これ挑戦者求むということで、おー、これすごい。おまんじゅう、おまんじゅうになってる。おイン。本来ならばね数時間とか置くともっといい感じに硬くなるんですけれども、1分ぐらいで、卵完成です。赤いんですけど、まあ、目玉グミじゃないですけど面白いですね。これ中身かなり詰まってます。卵割っておりましょう。卵から卵、こういうね謎の遊びもできますね。はーい、青ないと思ってたらぷにょぷにょアクアリウムの方にねめっちゃいろんな種類の色が入ってたということで、青で地球グミみたいなのを作っていきたいと思います。最初青い玉を作って、そこに緑とか陸の茶色を混ぜれば地球グミになるんじゃないかなと思います。目玉グミもどきも作成しました。いい感じ、ね、時が経ってるんで結構固めになりました。地球グミ作ってみた。おー、これを入れます。さらに青を足す。うわ、間に合い間に合い、外から攻める。ちょーん、もういいのか。あ、いいね。さあ丸くなるのか。地球グミチャレンジ。
逆に後付けならどうなるのかも見てみたい。後付け、後付けの立体感出るか。後付けの陸地はくっつきませんでした。なるほどね。もう外に溶剤がついてるから後付けはできないんですね。オープン。地球グミならぬぷにょぷにょ地球完成です。いいんじゃない。さあマントル出てくるのか。3、2、1。ぷにー、あ、出てきた。実に面白いという遊び方もあります。以上ぷにょぷにょシリーズでした。みんなもね、なんかいろいろ考えて遊んでみてはいかがでしょうか。続いて遊んでいくのはこちら。ショートでも撮りたいんですけれども、フワモンです。これね、一見あ、ただのぬいぐるみじゃんって思うかもしんないですけど、違うんすよね。こんな感じにね、一粒一粒くっつけていってネチネチネチって刺激を与えて広げていくっていうスタイル。それではレッツチャレンジ。お散歩セットと公園セットがあるみたい。こっちはオレンジだから公園セットかな。こうか。これでいいんですか。ドン。まずね、この状態でキープしたいと思います。はい、刺し終わりました。ひよこにまだ見えないですよね。取れました。めちゃめちゃ取ったらこんな感じ。ほぼほぼ完成してるんですけれども、ここから指でなじませると、完成しました。ひよこ、ビフォーアフターがすごいですよね。でこちらのひよこと、もう一つはハムスターがあります。楽しいね、このね、刺す作業とこれをね、引っこ抜く作業、そして完成したこの可愛さあると思います。アクセサリー、どこでもいいんですか。完成です。ひよこ、はい、というわけでいかがだったでしょうか。しっかりとね、こちらふわもーん公園セットと、まあ、ぷにょぷにょアクアリウムと、まあ、こちらですね、ぷにょぷにょクッキング、遊んでみたっていう動画でした。気になるアイテムをね、本当に2時間ぐらい遊び倒したので、めちゃめちゃ楽しかったです。大人でも楽しめましたね。子供ももっと楽しめるんじゃないかなと思いました。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。クリスマスプレゼントとかね、誕生日プレゼントなどにいいかなと思いました。この動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、まあ子供向けですけどね、大人でも楽しめるぜっていうおもちゃレビューでした。また次の動画でお会いしましょう。ここまで見てくれた方はね、ぜひ高評価よろしくお願いします。バイバイ。